ヒータルバトンはアイスランド中央高地にある湖。ヒータルバトンはミイラシスラ県のボルガルネースの北 39km の位置にある。面積は 7.6km で水深は最大で 24m である。ヒータルダールルの王城が近くにある。湖に突き出す半島状の地形が多くあり。 鳥類の栄装地となっているが、ミンクによる影響も懸念されている。付近の農場は放置状態が続いている。ヒータルバトンから流れ出る川ヒータルアウは、釣りが楽しめることで知られている。ヒータルバトンは、火山活動で形成されたヒータルダールル渓谷の近くにあり、またそこは、クナッパダールル山群の西側でもある。その一帯には、ファーグラスコーガルフィアットル、 トロトラキルキャさん、コルベエンス・タタジル・フィアットルさん、ゲイエルフヌークルさんなど、いくつかの山がある。ヒータルバトンからトロトラキルキャ及びスボルトゥティングル、山などの山群を挟んで南東には、ラウンガバトン、ロンゴバトンがある。これらの山群は、リョウス・フィオットル山脈の一部である。ヒータルバトンから南東に5 k m の位置にある、農場の付近にはいくつか、加工跡がある。 その中には、フィアウルヘトリル、ソングヘトリルなどのよく知られている洞窟がある。1148年9月30日に大きな火災があった。スカウルホルトに残る記録によると、スカウルホルトの僧、マグヌス・エーナルソンを含む70から80名の犠牲者が出た。そこには1168年に僧院が建てられた。宗教改革の後、17世紀には、 そうでもあった科学者、ヨン・ハトル・ドゥルソンがこの付近に今日構え、当時のアイスランドについて多くの学術的記述を残した。ヒータル・バトン、ヒータル・ダールル、ヒータル・アウという名前に共通するヒートは熱いの意であるが、これらの地名については、その地の伝承に登場するヒートという名前の女トロールに由来する。ありがとうございます。